コーストマウンテンバスは、ブリティッシュコロンビア州のメトロバンクーバーにおいて、トランスリンクの下、バス、フェリーを運営する事業者の一つ、本社を BC 州、サレー市に置く。1999年、グレーターバンクーバー地域の主導で、都市圏の交通事業が BC トランジットからトランスリンクへと一本化されたことに伴い、トランスリンクの下に路線バス及び、 近距離フェリーを運営する団体として組織された。北はノースバンクーバー、南はデルタ、ホワイトロック、東はポートコキットラム、西はリッチモンドまでとバンクーバー都市圏ほぼ全域でのバス事業とシーバスと呼ばれるバンクーバー市のウォーターフロント駅からロンスデールまでを結ぶ旅客フェリー事業を担っている。バス事業では都市部からヘキソンまでを網羅する営業区域は 非常に広く1800平方キロメートルを網羅し、観光バスは営業していないもののその運行形態も、多様で路線バスや急行バス、長距離高速バスなどの路線を持つ。その密度も地域によって大きく異なっており、近距離通勤路線では5分から30分に1本程度の密度で朝から深夜まで運行を行っている。都心部へ直通する路線では5分以下に1本程度の 間隔で運転しており、北米で2番目の規模を誇るトロリーバス網も保有している。これらの路線では定員50人乗り前後のバスを運行しているが、交通量の少ない路線や地方の路線では20人前後のコミュニティバスと呼ばれるマイクロバスも運行している。一方で、アメリカ国境に近いデルタ、ホワイトロックとバンクーバーシダウンタウンまでは通勤高速バスを運行し、 これらは午前に上りのみ、夕刻には下りのみの通勤専用バスである。また、旅客量の多い主要路線では、B ラインの名前を持つ中距離急行バスを運行し、その一部では連接バスでの運行、各バス停での電光掲示板による情報案内専用レインを使った3分から15分間隔の継ぎ目のない運行スケジュールなど、 一般の路線にはないサービスを提供している。既存の B ライン路線の多くは、バンクーバーオリンピックに向けて、新交通システムの建設による更新が予想されるが、トランスリンクの手動でそれらの進行までの間に、さらなる設備の改善を予定している。C バスは、全長約12メートルで早朝より深夜まで15分から30分の、頻度で2隻の船によって運行し、 2009年までに3隻目の船が就航を予定しているニューフライヤー E40 リットル FR 型トロリーバス。写真は試験走行中のもの。車両は主にニューフライヤー製の D40 型と低唱車、D40LF 型のディーゼルバスを使用し通勤ピーク時の都心部及び交通量の少ない地区では旧型のモータコーチーインダストリー製クラシック型を運用する。 伝説バスには同じく、ニューフライヤー製の D60LF 型を使用している。トロリーバスでは、フライヤー E901 型と E902 型を運行していたが、導入からすでに25年近くが経過していたために、更新が行われ、2008年にはほぼすべてが、新型車である、ニューフライヤー製の E40LFR 型及び E60LFR 型へと更新された。 さらに2008年4月20日をもって、すべての旧型トロリーバスの運行を終了した。またコミュニティバスでは、フォード E シリーズのバス使用者及び、GMC 製のマイクロバスを使用する。C バスは、最新式レーダーを積んだアルミニウム外装の、バラードオッター号とバラードビーバー号を保有し、いずれも定員400人の、旅客専用ディーゼルフェリーである。ありがとうございます。